小掛けテルジ、小掛けテルジ、小掛けテルジ、1932年12月18日から2010年5月9日は、広島県高ヌ郡上下町、現、府中市上下町出身の元陸上選手、陸上競技指導者、元三段飛べ世界記録保持者、日本陸上競技連盟副会長、名誉副会長、日本オリンピック陰影ン,ン副会長、 日本オリンピアンズ協会元副会長。中国産地産観の町、上下町の農家の長男として生まれる。おじ、父もコーネ大協のリレーメンバーで、恵まれた体を生かし幼少期から跳躍の素養を発揮した。同郷の先輩、小田美紀をアムステルダムオリンピックから南部忠平、ロサンゼルスオリンピック、田島直とベルリンオリンピックまで3大会連続で、 金ダルを取り、当時は日本のお家芸だった三段飛べを教師の勧めで始める。当時の日本では子供がホップステップジャンプと遊びで使うほど三段飛べは人気種目だった。新生高校一期生となった1948年、広島県立上下高校からジャンパーの歩みが始まる。三段飛べや総高飛び。 総幅跳びなどで多くのタイトルを獲得、全国高校陸上選手権の第2回、3回大会では一人で上下高校を総合2位に導いた。前述の小田、西田周平らの誘いで、早稲田大学に進学し、早稲田大学競争部で活躍。大学時代は伸び悩んだものの1955年、大正和製子入社後は才能が開花。 翌1956年、飛べば自己記録を更新。当時の新聞は、メルボルンに巧妙と大きく騒ぎ立てた。同年秋、仙台市宮城陸上競技場で行われた日本陸上競技選手権兼メルボルンオリンピック最終予選会において、三段飛べ世界新記録を樹立。当時の世界記録を25センチメートルも上回る、驚異的な記録だった。 しかし四十日後の逸話本番までの合宿中、カメラマンの要望で何度も飛んで足首を捻挫、ほとんど練習できないまま本番に臨み八位に割った。当時のマスコミは、若さと精神面の問題と厳しく批判した。日本中の期待に添えず重い十字架を背負いながらも、競技を続け1960年、ローマオリンピック予選会で三位となり、出場権を得たかに思われたが、 結果的に選考会議で漏れ、代わりに6位の選手が代表となった。この時、ユニフォームとスパイクを燃やし選手生活に決別、陸上を辞めた。2年後、小田から選手を育てて自分の果たせなかった夢をコーチで叶えてほしいと誘われ、自らの無念の思いをメダリスト育成にかけようと決意。1962年。 29歳から日本陸上競技連盟強化コーチとなり指導者としての道を歩む。沢木啓介は引退後もスポーツ界に専念された最初の方ではないかと話している。しかしこの後は日本陸上不遇の時代を長きに渡り歩むこととなった。1964年東京オリンピック陸上監督、1980年幻のモスクワオリンピック陸上コーチ。 1983年、日本オリンピック委員会常任委員。1981年、日本陸連協会委員長に就任。調役だけでなく、競技全体を見渡す立場になり、マラソンにも力を注いだ。1984年、ロサンゼルスオリンピック陸上監督。1988年、ソウルオリンピック惨敗後、JOC の日本体育協会からの独立にも、 尽力。1989年 JOC 理事。この年から日本陸連強化本部長。1999年から副会長となり、実務のトップとなる。また JOC も強化本部長に就任し1993年、ユニバーシアードバッファロー大会日本選手団長。1994年、広島アジア競技大会副団長。万国、普山アジア競技大会で、 日本選手団団長を務めるなど、多くの世界大会で、日本選手団団長として活躍。1999年から JOC 副会長。2001年 JOC 会長選では候補に、名前が挙がった。2002年から2003年は瀬田大学競争部、総監督。その他、広島の全国都道府県対抗男子駅伝、北海道マラソン。 長野マラソンの創設に尽力、また、東京陸上競技協会会長及び、組織委員会副会長として、東京マラソンの準備、運営など、多くの陸上大会開催、陸上競技の発展、底辺拡大に尽力した。40年以上の長きにわたる、日本陸連のリーダーとしての選手強化実績に、対して2005年、朝日中受賞が授与された。 また国際オリンピック委員会のオリンピックオーダー現象も受賞している。2010年5月9日、肝不全により成居した。長男は TBS スポーツ局のプロデューサー、小掛西。知ってるつもり。などのアシスタントを務めた高木清子は義理の娘にあたる。小掛の名前を有名にしたのは、しばしば繰り返されるオリンピックマラソン代表選考をめぐる。 マスコミを中心とした騒動である。選考委員のトップ、強化本部長として大きな影響力を持つとされたため、実力の白昼した選手を選考したりする場合、その選考理由をめぐって、小掛けの意向が取り沙汰され、結果として騒動と呼ばれる状況が時に生じた。ソウルオリンピック男子マラソンでは、陸連の強化指定選手が出場を半ば義務。 付けられていた福岡国際マラソンを怪我で欠場し、ビワ子毎日マラソンで優勝した、瀬古俊彦が選出された。ビワ子毎日も先行レースの一つではあったため、強引に先行したわけではないが、出るべきであった福岡国際に出られなかった、早田の後輩、瀬古への救済であるという批判も少なくなかった。瀬古の福岡欠場が決まった際に、中山武行は、 自分ならハっても出ますけどねと発言し、それが、セコ、ハってでも出てこい。などと挑発的な内容に歪めて報じられました。バルセロナオリンピックでは先行協議会の大阪国際女子マラソンで、好タイムながら、日本人2位の松野明美と、同じく先行会である前年夏の世界陸上4位、日本人では2位の有森博士が比較の対象となった。本番が、 夏のレースであることから、松野が選考直前に、記者会見で、私は、日の国の女だから私の方が、有森よりも暑さに、強いと、アピールするような事態となり、マスコミも、この選考を興味本位に取り上げ、恣意的な選考、不透明などと日本中で批判が渦巻いた。有森が、逸話本番で、銀メダルを獲得して、面目を保ったが、選考前後には、 小賀家の自宅に脅迫状や日本刀が送られてくるなど、大変な批判、嫌がらせに見舞われた。2004年のアテネオリンピックの代表選考では、高橋久子をしていたとされるが、教科本部長はすでに外れ、委員10人中をしたのは、小賀家一人だけで賛同は得られず、さらに河野陽平会長も、高橋の選考に否定的であったことから、高橋は線から漏れた。 本番ではトップで先行されていた野口水希が金メダルを取ったため、結果的にはこの時の先行は大きな問題とはならなかった。これらの先行は毎回のように物議を醸したが、女子マラソンを世界屈指の強国に育て上げた功績は大きい。陸上競技と逸話に情熱を捧げ続けた生涯だった。特に長年にわたり強化を推し進めた。 マラソン日本の礎を築いた。小掛の艶に参列した高橋久子はシドニーの金メダルは小掛さんの情熱と信念があったから取れたと思います。と涙ながらに語った。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。